はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。激痩せする謎の白い粉、テレビ番組のカズレーサーと学ぶという番組でご紹介されました。香川大学で考案されたアルロースという天然痘ですね、天然痘の粉の検証結果をお伝えしたいと思います。アルロースの使い方や飲み方などを前回の動画の方でご紹介しておりますので、そちらの方使い方など1週間の経過、その辺はですね、あと使った時の体の状況だったりとか、その辺は前回の動画をご視聴ください。今回は1週間後からですね、現在までちょっと空いてしまったんですが、毎日検証しておりました。スタートしたのが7月の8日なんですよね。で、現在が8月の10日です。ダイエットは一切しておりません。あと運動とかもしないで、とりあえず楽して痩せるという部分で検証してます。本当にアルロースのみでどこまで痩せられるのかっていうことを検証しております。1日摂取は僕は今 30g 取っております。7月の16日 68.4kg、 7月17日 67.7kg、 7月18日 67.9kg、 7月19日 68.3kg、 7月20日 67.6kg、 7月21日 67.1kg、7月22日 67.5kg、 7月23日 67.4kg、 7月24日 67.6kg、 7月25日 67.9kg、 7月26日 66.7kg、 7月27日 67.3kg、 7月28日 68.8、 7月29日67.3kg、 7月30日 69.1? 69.1kg、 戻ってるじゃん。7月31日 67.4kg、 8月1日洋服着て計測してます、これは 68.3kg、 8月2日 67.2kg、 8月3日 68.5kg、 8月4日 67.2kg、8月5日 67.8kg、 8月6日 67kg、 8月7日 67.3kg、 8月8日 67.4kg、 8月9日 67.2kg、 そして今日の朝ですね、計測して8月10日の朝 67kg ということになりました。スタートして2.5 ですね、 69.5kg からスタートして、今日段階で 2.5kg 痩せました。途中で 69kg 台に戻ったところがあったんですけど、飲みに行って深夜の1時ぐらいにラーメン食べたんですね。でそれで計測しました、翌朝。まあそこでちょっと増えてたんですね。やっぱ飲み行くと増えますね、体重が。でまた元に戻ってですね、で今日は 67kg という結果になりました。これで1ヶ月続けました。で1ヶ月続けて、だいたい1袋ぐらい 1kg のやつがなくなりましたかね。それとちょっと追加でスタートしてる感じです。1袋ちょっとスタートしてますね。特にお腹が調子悪いとかそういうのはもうなくなりまして、現状は特に何の問題もないです。またちょっとね、気まぐれに投稿するんで、どこのチャンネルかわからなくなる前にチャンネル登録しといてください。結果だけ見るとこのアルロースで痩せることは可能だと思います。ただ人によって、もともと僕結構太りすぎてたので、多分僕は落ちましたが、もともと痩せてる方が痩せるとなると、かなり1ヶ月であまり変わらないかもしれませんし、それは僕個人的に 2.5 キロ減りましたけど、それは人によって違うと思います。もしアルロース飲んでる方いましたら、コメント欄とかにこうでしたよとか書いていただくと、コメントいただけるとありがたいです。もうちょっと継続してやっていきたいと思います。あと美容室の結構裏側のね、チャンネル、美容師さん向けもあるんですけれども、美容室の裏側がちょっと見れるようなチャンネル
1000本以上動画あるんですけど、さらにもっとあって非公開の動画っていうのが実は結構実はあるんですね。ちょっとずつアップできればいいかなっていうのも思っておりまして、その辺もちょっと応援していただければ。結論は激痩せする白い粉アルロースでは痩せることは可能だったということでした。今日動画最後まで見ていただいてありがとうございました。